速稼塾の久保です。今回は音声だけですいません。メールをいただいてですね、私転売の情報なんですけども、現在、マスクの方なんですよね。コロナウイルスの報道のおかげで、マスクが全国的に品薄という状態だそうなんですけども、それをですね、高値で売ってやろうという転売屋さん、実は結構マスクがダブついて売れないという状況になってるんで、これから大きく値崩れが始まるんではないかなというふうに私は予想してます。というのがですね、在庫を抱えた転売屋さんがマスクがどうも履けないんで、久保さんも安くお渡しするんで売りませんかって話を持ちかけてきたんですよね。当然ですけど、私はその、もうめんどくさいんで、そういうことはやりませんけども、くれるんだったらいいよっていう話をね、ほんと0円でくださいっていうふうな要求を出してるんですけども、まだ誰からも送られてきてません。まあどちらにしてもね、市場の方では、生産も追いついてきて、流通も追いついてきて、店舗にね、並び始めたり、あとは結構マスクに飽きてくる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。これ以上買わなくていいかっていう方と、あと自作のマスクもね、結構可愛らしくて、いいのが、作れるということを気づいたりとかしている方もいますし、結局行き渡っちゃうとですね、在庫を抱えた転売屋さんが、まあダメージを受けると、在庫リスクを抱えるってことになっちゃうんで、まあ転売としてはね、失格だろうなと思いますよね。やっぱり、テレビで報道される前に仕込んでおいて、報道された時期に売り抜いて、報道が過熱した時はもうね、別のことをやってないといけないのかなっていうふうに感じるんですよね。まあそういう意味では、今出品してる人ってもう遅いんですよ。まあだからといって私はね、私がマスクの転売をやるってことじゃないですけどね。さあ今回はですね、そういうふうなマスクで、加熱している、まあいわゆるね、ちょっとまだ駆け出しの転売屋さんが四苦八苦しているマスクのおかげで、本当に稼げる人ってのは次の仕込みをやってるわけなんですけども、じゃあ、どんな仕込みをしてるかってことなんですよね。それはですね、任天堂スイッチを今しっかりと仕入れている方ってのは、これから買っていけると思います。実はですね、年明けから価格がだいぶ落ち着いてきたこの任天堂スイッチなんですけども、ここに来てですね、先ほどお話した新型コロナウイルス問題で中国から出てこれない国民に対して、まあ再びね、任天堂スイッチってのは売れてるんですよ。要するに在宅でいるときに、退屈じゃないですか。で、ゲームするんですけども、任天堂スイッチを通販で買うっていうニーズがね、かなり高まってきてるんですよ。ここに気づかないといけないですよ。在宅する人が増えるってことは、旅行に行く人とかね、外出を控える人が多いってことは、室内でのエンターテインメントに、ものすごくね、比重が置かれるんで、こういうふうな通販がものすごくね、流行ったりとか、ゲームとかね。それから、インターネットサイトのアクセスが高まったり、YouTube のサイトのアクセスが高まったりするんですよ。外出するときよりも、家の中にいるときの方が時間を持て余して、いろんな調べ物するときに YouTube がヒットするんで、まあ今ね、チャンネル登録を稼ぎ時なんですよ。まあちょっとこれはね、別の話しますけども、YouTube をやってる方、今の時期 YouTube の量産しないってことはもう失格なんですよね。で、Nintendo Switch の話に戻りますけども、Amazon とか楽天では、もう品切れの状態が続いてます。ただですね、今回私がお伝えするのは、入手可能な、ニンテンドースイッチのルートです。じゃあ一覧を申し上げますんでね、メモを取っておいてください。すべて東京になりますけども、新宿のヨドバシカメラでは全額内金で予約できます。2月の8日、2月の8日ですね。ですから間もなくお渡しになる。今日ですね。今日お渡しになります。まだ間に合うと思いますよ。で、秋葉ヨドバシカメラ、全額内金で、予約完了になります。2月8日のお渡しです。で、新宿のビッグカメラ。これも同じ。全額チキンで予約できます。秋葉原のビッグカメラも同じです。東京の山田電機。内金800円で予約。受付可能なんですけども、入荷はちょっと未定です。ただまあこれね、申し込んどいて損はないと思います。新橋の山田電機も内金500円さえ先に払っておけば予約可能です。ただ入荷は未定でございます。だから山田電機はまだ商品が確保できるかどうかわからない状態ですよね。で、豊洲の山田電機は予約ができません。できなくなりました。これちょっと前までできてたんですけどね。こんな形で、新任天堂スイッチを今ね、仕入れておけば、大きな利益を取ることができます。やっぱり5000円からね、2万円ぐらいまでの利益が1台で取れちゃうのが任天堂スイッチですから、もしね、資金に余力がある方は、今お話した店舗で、まあ、購入の目算を立てておいたらいいんではないかなと思います。ちなみにこの情報も、実はね、3日ほど前に仕掛けておかないと、やっぱりこう、
予約がね、今日2月8日のお渡しですから、私が報道するのちょっと遅れちゃってすいません。コロナウイルスのことばっかりやっててね、情報に翻弄されてるのは私の方だったかもしれないですよね。ただね、この情報を下すった方っていうのはすでにしっかりと予約しておいてね、それこそ10台単位で予約してるそうなんで、まあ500万ぐらいの利益を見込むそうですね。すごいですね。だからマスクで、マスクなんてね、1個あたりの販売利益って、まあ、たかだかって言ったらあれですけども、5000円から1万円なんですよね。高値で転売って言っても。でも、この任天堂スイッチの転売って、そんなんね、問題にならないくらい儲かるんですよ。でも、こっちの方にはあんまりバッシングが来ないんですよね。だからね、転売屋さんって、目立つやつを転売するんではなくて、目立たないやつ、喜ばれるやつを転売し続けて、喜ばれながら転売業を、まあ、継続していくってことがミソなんですよね。だからね、マスクなんて明らかに、100円ショップでも買えるようなものがね、何千円とかっていうふうな、これ目立つ価格差っていうのはダメなんですよ。でも、ニンテンドースイッチって、そこそこ高くなっても、もうね、慣れてるんですよね。品薄なんで、値上がりするっていうのはみんな慣れてますんで、定価以上で買うことにそれほど抵抗はないんですよ。で、あと、元々の単価がね、5万円とか6万円だったと思うんですけども、これが仮に6万とか7万になっても割高感っていうのは感じないんですよ。だから値上がり率が 10% とか 20% のうちはまだ大丈夫なんですよ。ただ、マスクみたいに、それからカープのチケットみたいにね、5000円のものが30万っていうのは、やっぱり価格がすごい高くなったなって感じさせるんで、こういうのをいつも扱ってるっていうのはね、やっぱり転売屋さんとしてはもうちょっとまだいけてないなというところが私の感想ですね。やっぱり目立たずに大きな利益を取れるようなものとなると、まあこういった任天堂のスイッチとかね、ゲーム機械っていうのが、まあメインなのかなと思います。で、ゲーム機械っていうのは、やっぱり稼働競争がすごく激しいんでですね。それから、購入単価が高いんで、やっぱベテランの商品とは言えますけどもね。いずれにしてもやっぱりこういうふうなね、転売でも情報を取って、きちんと、嫌われないようなセールスをしないといけない。そして、売るタイミングとか、仕入れるルート。もう本当に緻密にやらないと、片手間で稼げるって話じゃないんですよね。まあ、でも転売って、やっぱりね、勝てるルートがもう決まってるんで、それをしっかりと学ぶこと、転売の塾とかに入ったら教えてくれる人いますんで、まあ私がね、別に転売得意なんで教えて、伝えていってもいいんですけども、まあ転売塾はやらないですよね、でもね。なんかすごくね、手間がかかるんで、転売ってのはなかなかね、私やりたくないんですよね。はい、まあいろいろとぼやきましたけども、今回は、任天堂スイッチで利益を取るタイミングだよってことをお伝えいたしました。よろしかったら店舗の方に行ってみてください。